どうもこんにちは、兵道哲理です。久しぶりに兵道哲理の一人休みの動画を撮っております。ちょっと最近ね、こっちの方の動画がなかなか撮れてなかったことを皆さん本当に申し訳ございませんでした。パワスピの、ベルナドームに向けていろいろ準備とか、やってたらですね、なかなかこっちの動画を撮ることができなくて、プラスベイちゃんのね、チャンネル登録10万人っていうのもあって、いろいろそっちの方を今頑張ってやっておりますが、パワスピのベルナドームの試合が終わったので、この動画ちょっと撮ろうかなと思いまして、特にベルーナドームに足を運んで見に来てくださった皆様、本当にありがとうございました。もう本当に感謝ですね。一週間前の告知から、本当に何人集まるのかなって、僕含めて選手みんな不安だったんですけど、2000人以上来てくれたのでね、本当に素晴らしいです。ありがとうございます。ただやっぱりその僕のピッチングとしては、まあチームとしてもね、7対0で負けて、まあ、正義がね、変わりっぱな、ああいうピッチングになっちゃって、いや、難しいんですよ。本当に。プロ野球でも中継ぎって難しいって言われてるんで、本当にね、月に1回、2回ぐらいしか試合ができない僕らからすると、やっぱりその中継ぎピッチャーっていう難しさ。ナーツ後には中井がすごくいいピッチングしてて、4回から正義が上がって、やっぱり本当に立ち上がりが難しくて、2イニング目はね、0に抑えたんですけど、でそっから祭りのは、1イニング目は良かったけど、2イニング目捕まって、ワンアウトランナー3塁で僕はマウンド上がって、ね、火消しできたらなと思ってね、エスコンの時苦い思いをしてるんで、やっぱりまあ、こういう場面で上がって、抑えて、エスコンの伏線回収をするのが、今日の求められた俺の使命なのかなと思って、マウンドに上がって、まあ、なんとかワンアウト取って、ツーアウトランナー3塁。あ、いけるかなと思ったら、まさかの、キャッチャーが後ろ、緑川が逸らして、1点取られて。まあ、そこでちょっと僕自身も、うわーってちょっと落ち込んじゃって、萎えた部分はありましたね、やっぱりね。ゼロで抑えたかったなっていう。で、そっから投げてて、マウンド上がって、治療は行ってたんです。肩と肘の治療はもう万全で、行ってたんですけど、なんかあの日、腰と下半身がめちゃくちゃ重くて、全然、いつも僕投げるときに、やっぱり下の回転、左足首が回って、で、左の股関節が回って、腰が回って、初めて腕がこう前に出てくる。っていう投げ方やったんですけど、あの日どんだけ左をこう回しても、なんか腰が前に出てこなくて、で、腕が遅れて出てくるから、いつもと同じタイミングでリリースすると、左バッターのデッドボールの方にこう、逸れちゃう。スライダーもまっすぐも全然入らなくて、うわ、やばいな、やばいなって思いながら投げてて。で、一人目フォアボール出して。二人目が、天谷さん。元広島カープの。でも、天谷さんは、これ僕個人的にもともと対戦経験があって、僕が広島の社会人野球をやってた時に、常石対、広島の二軍。当時、広島の二軍の先発ピッチャーが今メジャーリーグにいる前田健太くん。同い年なんですけど。前健先発で、僕が多分ね、二番手ぐらいでピッチャー投げたんですよ。で、その時に、対戦相手のバッターが天谷さんやって、僕今でも覚えてるんですけど、うわー、天谷さんや。確か怪我で1軍から2軍に落ちてる時あって。で、対戦して、インコースのシュートかなんかかな投げて、バットバーンって割れて、バット日々折れた感じで。で、セカンドゴロに抑えたんですよ。で、天谷さんも、多分そのことはさすがに覚えてないと思うんで、僕もよく声かけなかったんですけど、いざ対戦ってなった時に、パッて見たら、やっぱ天谷さん、現役の時に比べたら、だいぶ肉付き良くなったなと思って。で、うわ、懐かしいなって思いながらも、一気にノースリーになっちゃって、力んじゃって。いや、もう、個人的に勝手に僕が意識してたんで、天谷さんの時はもう力みすぎました、本当に。で、いや、これ2者連続フォアボールはまずいなと思って、ストライクを取りに行った高めのストレートをパコーンって打たれて、二塁打か。はい。で、ツーアウト2、3塁。になって次のバッターが、元西武ライオンズの長江さんで、ね、左バッターに対して、2-3 になってフルカウントで、もうここは三振で決めたいなって思ってて、外のストレートを決めに行ったら、僕の中では、ストレートが左バッターのインコースは、シュート系、まあ、シンカー系ですかね、ストレートの。で、左バッターの外、右バッターのインコースは、ちょっとスライダー系のまっすぐというか、微妙にこう変化してるんで、僕のまっすぐっていうのは。
で、その2つの変化のストレートを活かしながら、あんまり球速差のないスライダーっていうのをこう投げて、で、たまにカウント取るときに、スライダーのちょっと遅い球、カーブみたいなボールを投げるっていうやつだったんですけど、その左バッターの外のスライダー気味のカットボールを、こう、ストレートを投げたんですけど、僕の中ではストライクと思ったら、わずか外れてボール。やっぱ映像で見ても、わずか外れてるなっていう感覚やったんですけど、まあボールで、フォアボールで。まあ後で永井さんから DM 来たんですけどな、あれは完全に見逃し三振でしたって言ってくれて、いやもう、お世辞ありがとうございますって思いながら。まあいいボールは行ったんですけど、フォアボールで。ツーアウト満塁で。まあ僕の中では、パスボールで1点取られて、苗フォアボール。で、カウント悪くなって、個人的に天谷さんの思い入れがあって、力みすぎてからの高めのストレートでツーベース。で、長江さんの時、なんだかんだフルカウントまで行って、ギリギリボールやったんで、なんか押し出しとか、あ、次フォアボール出しそうだなって不安全くなくて。で、次のバッターが黒羽さんだったんで、僕どっちかというと左バッターより右バッターの方が投げやすかったんで、まあ大丈夫だろうと思って初球投げてストライク。で、初球ストライクだったんで、2球目は、ボール球でもいいから、とりあえず腕振って、ボール球でもいいから、腕を振ったストレート見せようと思って。で、ボール球、ワンボールワンストライク。で、腕振ったストレート投げたんで、込めたストレートを。で、次は、スライダーでインコース気味のボールでカウント取ろうと思って、スライダーでストライク。で、ワンボールツーストライクとなって、もう最後は、外の、右バッターの外なんで、左バッターの内と一緒ですよね。シュート気味に、シンカー気味にこう落ちるボールのストレートを投げて、空振り三振ということで。まあ、自責点はゼロだったんですけど、まあ、内容としては、あまり納得いく内容ではなかったかなって僕個人では思ってます。はい。で、やっぱり、ジャイキリの回でも言ったんですけど、本当に特に、今回のレジェンド OB チームのピッチャー陣、もう、とてつもなく球が速くて、パワースピのチャンネルで、今までで一番対戦相手でピッチャーが良かったチームなんじゃないかなって僕の中では思ってますね。それはうちのチーム2安打完封負けは、まあ、しょうがないし、まあ、なんとなく予想はできてた展開なのかなっていうふうには思ってました。はい。なので、やっぱりこういう球の速いピッチャーが来た時にどう対処するかとかもちろん大事なんですけど、まあ、あくまでもパワースピは、これシーズンが始まった時に、この話になってましたけど、結構テーマ、ね、動画でもあんまり載せてないので、視聴者の皆さんも忘れがちになってたんですけど、勝つことが目的。もちろん勝つことは大事です。もちろん。別にこれから今僕が言うことが、いや、勝たなくても別にいいんだよって、そういうことを言いたいわけじゃなくて、勝つことももちろん大事なんですけど、それよりも大前提としてパワースピっていうチャンネルは、野球の輪を広げようっていうことなので、なんだろうね、サイコとかコアみたいな野球初心者が怒りとか、まあ、僕みたいな、もう怪我で野球をやめたのに、今でも怪我をしながら格闘して、まあ正義もそうですよ。怪我をしながらでも、こう、勇気を与えるじゃないけど、ここまで野球はできるから、怪我したとしても野球やりましょうよっていう思いで僕たちはやってますし、で、それこそ、チカヤとか、カイトとかみたいな感じで、やっぱ上手い人間もいれば、そういろんな人たちがいるチームなんで、なんていうんですかね、勝つことが全てとか、誰々を補強しろとか、なんかそういうことではないんですよね、パワースピっていうのは。ただ、今いるメンバーの中で、だらだら野球しても面白くないから、全員が出ながらでも、勝つ野球はしたいよねっていうことでやってるだけなんで、やっぱりね、野球の楽しさだったりとか、こっからパワースピを見て野球を始めましたっていう人たちを、一人でも多く増やすことが目的なんで、そこを視聴者の皆様には今後、ね、分かった上で、コメントをしてほしいなっていう感じですかね。だから僕たちも、やっぱりその中でも視聴者としては勝ってほしいだろうっていうの分かってるんで、みんなそれぞれの仕事がある中でやっぱりこう野球をどういう時間を使って練習してパワースピの試合の中でどうやってパフォーマンスするかっていうことはもちろんみんな考えてるんでね、はい、何も適当に野球をやってないですし、自分たちがやれる範囲のことは一生懸命やってますし、もちろんコナミさんっていう運営元がいて、ルアーズっていう運営をしてくれる会社がいて、その中で僕たちは、パワースピっていうチャンネルで野球をさせていただいているので、ね、本当に感謝をしながら野球をずっとやってましたし、まあ一旦ここで、パワースピのね、終わりというとこなので、まあこっからパワースピが続くのかまだわかりませんし、僕たちがね、またこのメンバーで野球できるのかちょっとわからない。結構不透明なとこもあって、一旦、
パワースピアはここで終了しますと、いう感じのことは伝えられたので、まあ結構悲しかったですよね。なんかエスコンで4500人集まったんで、それ以上集まらないと、もう終わるよみたいな感じだったんで、まあ実際2000人以上来てくださったんですけど、数字で見たらやっぱり減ってるんで、まあ結構パワースピアも危ないのかなっていうふうに思ってますが、まあそれでも何かしらの形でね、続くことを僕たちは願ってるんで、まあそれもね、本当にどうなるかはもう運命なので、せっかくこのね、新しい、今着てるんですけどね、この帽子と、この上と、このアンシャツも新しくなったんですよ。せっかくこの新しいユニフォームもできたんでね、これすごいかっこいいんですよね、これ。背番号も入れてくれて。はい。ぜひね、このパワースピ、新しいユニフォームもできたんで、続くことを願いながら、またね、続いてから練習するんじゃなくて、決まるまでの間のこの空いた時間もね、やっぱり練習はちゃんとしないといけないし、もちろんベーチャーもあるんで、はい。僕は、それを今後やっていくので、また練習してる姿とか、練習やってる動画とかも、今後載せていくし、まあ企画みたいな感じじゃなくて、本当に垂れ流しみたいな動画にもなるかもしれないです。結構真面目に練習してるときはもう垂れ流しになっちゃうんで、なんか音声入れながら、喋っていけたらなっていう動画も今後やっていこうかなと思いますし、はい。あとですね、皆さん。このチャンネルを見てる方はもちろんこのチャンネル登録してほしいんですけど、もう一つの監督してるベイちゃんがチャンネルありまして、そちらの方がチャンネル登録10万人いかなかったら、監督の私だけがクビというルールでやっております。はい。現在チャンネル登録がなんと93,100人まで来ました。ありがとうございます。残りが93,100人なんで、6900人。残り6900人。で、もうあと10月終わりなんで、残り2ヶ月で3500人ペース。でも毎月1000、今ペースで言ったら1600人ぐらいのペースなんで、2ヶ月3200やから、半分ぐらいしか行ってない。だから足りてないんですよ。9万6000人ペースなんで、非常にまずいです。なのでぜひ皆さん、よかったらですね、このチャンネルを見てる人は必ず、ベイちゃんをチャンネル登録してください。そして、チャンネル登録してくれてる人は、周りのお友達とか、まあ、LINE グループとかあると思うんで、チャンネル登録してあげてっていう風に宣伝をしてくれたら非常にありがたいです。本当に協力してください。よろしくお願いします。もちろん僕たちも、動画の中だったり、いろいろコラボとかね、して、チャンネル登録は増やしていこうとは思ってるんですけど、もしよかったら協力してくれるね、インフルエンサーの方がいたらぜひ協力してください。よろしくお願いします。ということで動画を最後まで見ていただきありがとうございました。とりあえず、パワースピは本当に感謝しております。ありがとうございました。